はい、それでは関西学生アメリカンフットボールリーグ第1節立命館大学対神戸大学より立命館大学のクオーターバック荒木優弥選手に来ていただきましたお疲れ様です今日の試合振り返ってみていかかがです,かそうです、ね、オフェンスとしては一発、タッチランであったりパスが決まってま点差を広げられたのがよかったんですけどもやっぱりあのランプレーが思うように通らなくてそれでドライブできてなかったのがやっぱり、えー、オフェンスとしての課題かなと思います。 はいまあ、そんな中、荒木選手3回戦スターティングメンバーとしてては初めてスターーティンングメンバーというか、ねあのはい、1>, 1番手のクオーターバックとしては初めてのシーズンになると思いますが、はい、そのあたりのり、えっとまあ、初めて、えっと、ファーストで出させていただくんですけども、まあ、出させていただく以上はやっぱり自分の力持てるものを全て出し尽くして、えっとまあ、チームの勝利に貢献できるようにやっていきたいと思っています。はいまあ 今日の試合は前半かなり荒木選手活躍されていたと思うんですけど中でも78ヤードのタッチダウンパスがかなり会場を沸かせたと思いますがあのパスを振り返ってみていかがですかあのパスはえっとロングパスだったんですけどもえっとまあ僕は春シーズンロングパスがうまいこといかなくてやっぱりそれが課題であると認識してえっとレシーバーと,えっと練習した結果がこのようにえっと今日の試合で出たのがまあ一番よかったかなと思います。 かなり会場も沸きましたし取材陣もすごくおおという感じだったんですけども初戦としては立ち上がりは良かったんですか、ね、そうですねそうも最初の、えっと、前半のファーストシリーズで、えっと、まあパントで終わってしまったとっいうのは、まあ、自分たちが思い描いているような、えっと、フェンスの展開ができていないのでやっぱりそこは、えっと、課題かなと思っています、はい、そして今年ファーストでクオーターバックになられたと思うんですけども あのパスを投げる相手としてのワイドレシーバーで特に期待しているというか木村一輝君はまあ有名なんですけども、えっとまあ、僕が個人的に一番、えっと、伸びてきているなと思うのが、えっと、渡辺和敏選手で。えっとまあ えっと、木村一輝君と同い年の2回生なんですけども、えっとまあ、去年からセカンドでずっとやっていたっていうのもあって、えっと、だいぶコミュニケーションも取りやすく、えっと、今日のタッチランパスも、えっと、渡辺君に決まったので、まあ、そういった面でも渡辺君は期待してます <laughs>、はいまあ、今シーズンかなり注目されると思うんですけども今シーズン、どんなクオーターバッキングしていきたいですか試合終わった時に、えっとまあ QB というよりもまあこの立命のオフェンスでこの試合は勝てたと言っていうでもらえるようなえっとオフェンス展開をできるようにえっと僕はえっとレシーバーであるなら走りやすいパスを投げるであったりえっとランニングバックであれば走りやすいえっとランえっとハンドフをしたりあとは OL とコミュニケーションをとってオフェンス全体でえっと自分たちが勝ち上がっていけるような雰囲気作りをえ僕,た僕からしていきたいと思っています。 はいありがとうございますそれでは続いては近畿大学戦となります、意気込みをお願いいしますは近畿大学、近大さんとは、まあ、春もやっているんですけども、えっとまあ、だいぶ強いということはもうみんな認識しているので、まあ、特に今日の反省も踏まえて、えっと、残りの2週間、しっかり、えー、近大さんの、えっと、練習をして、えっと、臨んでいいいきたいと思っています、はい、それでは最後に応援してくださっているファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい えっと、これからのシーズン、まだ始まったばかりなので、えっと、僕たち立命館パンサーズ、えー、これからも頑張っていくので、応援よろしくお願いしますありがとうございました、立命館大学からクオーターバックの荒木優弥選手でした。ありがとうございます